What? But Michael, you know, you're a 44-year-old man now. What do you get out of this? わちもじょジャパンへようこそ。今日は人々の人生を台無しにした10のインタビューをご紹介します。What did your wife say to you? She knows very well the man she married and who I am.このリストでは関係者の生活、評判、信頼性に損害を与えた録音されたインタビューや対面での話し合いを検証します。これらのインタビューのうちどれを覚えていますか？コメントで教えてください。ランス・アームストロングとオプラ。 In October 2012, the United States Anti-Doping Agency known as USADA stripped Lance Armstrong of his 7 Tour de France wins. 2012年、ランス・アームストロングがドーピング使用の疑いでタイトルを剥奪された時、彼は論争と起訴の嵐が自分に降りかかることを悟りました。彼はこの件で先手を打たなければならなかったのですが、それはこれまで否定してきたにもかかわらず告白することを意味しました。2013年、オプラ・ウィンスリーとの対談で彼はそれを実行、そして全てがどう起こったかについて正直に語りました。彼は後にインタビューはうまくいったと思っていたと言っています。このインタビューは世間や業界の人々を喜ばせず、彼の勝利の伝説がドーピングスキャンダルによって常に影を潜めてしまうことに。 And you know what's scary is I actually thought it was a good idea.ライフサイトニュースのレオ・ケリー。レオ・クリストファー・ケリーが2021年の国会議事堂襲撃における自身をどのように描写しているのかを考えるとちょっと笑えます。キリスト教ウェブサイトライフサイトニュースとのインタビューでケリーは2021年1月6日の事件に巻き込まれた中立な立場であると自分自身を表現。 I wanted to see what was going on, so I just kept climbing as far as I could. 彼はまるで議事堂に侵入した何千人もの他の人々と一緒に観光ツアーに参加しているかのように議事堂どんな内を歩いているようでした。Like, it was just absolute chaos. And yet, like, this is a, the Capitol building is huge. それは FBI にとって彼を有罪にするのに十分でした。数週間後に彼を逮捕。2023年現在、彼は7件の連邦起訴に直面しています。35-year-old Leo Kelly of Cedar Rapids was one of the Iowans who stormed the Capitol January 6th. CNN のバルーンボーイ。国民は6歳のバルーンボーイファルコン・ヒーン君の物語に恐怖し、その後安堵することに。この家族は息子が自分たちが空に打ち上げた巨大なガス風船の中に閉じ込められたと主張し、2009年に全国ニュースに。 What you all see right there is an experimental aircraft that inside of which is a 6-year-old boy. しかし多額の費用をかけて調査した結果、ガレージの屋根裏に隠れていたのです。 CNN の家族全員とのインタビューで、彼は両親がショーのためにそうしたとほのめかしていたことを漏らしました。彼らの話は崩れ、すぐに両親は有罪を認めました。しかし彼らはマスコミの前では無実を主張し続けました。コロラド州知事ジャレット・ポリスは世間の目の前で彼らは代償を払ったとして2020年に両親を恩赦しました。FOX のポーラ・アブドゥル。記者会見の日は大変です。何時間も部屋に座り、国内の様々な都市、時には世界中の人々と話をします。少なくとも2000年代にまた瞬く間に話題になったこの奇妙なインタビューについて、ポーラ・アブドゥルはこう説明。アメリカンアイドルの最新シーズンの取材中、ポーラは動揺し、司会者の質問に意味不明な答えを返しました。その問題は解決しましたが、彼女の行動はますますおかしなものに。 well, let's push you this way. 彼女はインタビュー中薬物を使用していたという可能性が高いという噂がすぐに広まりました。レディースホームジャーナル紙は彼女が鎮痛剤使用障害について話したと主張。彼女は後にそれを否定。理由が何であれ、彼女のインタビュー中の奇妙な行動が噂を巻き起こしました。 Any publicity is good publicity. You gotta learn to eat it up.ビリー・ブッシュがドナルド・トランプにインタビュー。2005年、ドナルド・トランプの大統領就任から10年以上前、テレビ司会者のビリー・ブッシュがアクセス・ハリウッドのリポーターをしていた時、トランプの女性をつかむという発言が。You can do anything. これらのコメントは実際に放送されるインタビューではなく、インタビューの準備中に2人が交わした何気ない会話の一部でしたが、トランプは自分が録音されていることに気づいていたと言います。このコメントが最終的に表面化したのは2016年の選挙前の10月のサプライズとなるはずでしたが、それがどうなったかは周知の事実。
For a million years, this is the way it's been. 皮肉なことに最も厳しい結果をかぶったのはブッシュでした。ブッシュはこの動画で自ら不適切な発言をし、トランプが彼の共同司会者について言及した際に介入しず、この会話が10年前に起こったことにもかかわらず漏れた会話が原因でブッシュは新番組から解雇、朝の番組から解雇され、その後謝罪しました。But it was a really bad moment and I'm sorry. エル・チャポとショーン・ペン、どうやら世界で最も恐れられ最も権力を持つ麻薬王の一人は女優に弱いよう、メキシコ系アメリカ人女優のケイト・デル・カスティーヨがホアキン・エル・チャポ・グスマンと俳優ショーン・ペンの会合を仲介した時、ショーンがそれをローリング・ストーン氏のインタビューに変えると思ってもいませんでした。この暴露インタビューでは彼の犯罪について誰もがすでに知っていたことを明らかに。この極秘インタビューにより当局はエル・チャポを見つけ出し、2016年の逮捕まで追跡を続けることができました。ペンとデル・カスティーヨはその後逮捕への関与について公言し、会ったことが何らかの原因であることを否定しています。 Do you believe that the Mexican government released this in part because they wantedto see you blamed and to put you at risk? Yes. エル・チャポは裁判にかけられ、罪で有罪判決を受け、終身刑を宣告されました。Guilty on all 10 counts. ダイアナ妃とマーティン・バシール。1995年、イギリス人ジャーナリストのマーティン・バシールは BBC のパノラマでダイアナ妃との生涯最大のインタビューを実現。ダイアナ妃はバシールの踏み込んだ質問をうまくかわし、英国王室の神聖なる伝道を垣間見る機会を国民に与えました。Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. このインタビューは彼女と王室との関係の崩壊にもつながり、さらに厳しいマスコミの監視を招き、それが彼女の早すぎる死を招きました。Because exactly 2 years later she died. And I do draw a line.その後彼が非論理的にインタビューを確保し、その行動が BBC によって隠蔽されたという疑惑が浮上。調査の結果、彼はダイアナ妃に近い人物がスパイ活動のためにお金をもらっているとダイアナ妃を脅すため銀行取引明細書を偽造したと結論付けられました。2021年、彼は病気を理由に BBC を退職しました。 Tonight they've apologized and written to Princess Diana's family, adding today's BBC has better processes.マイケル・ジャクソンとマーティン・バシール、彼の物議を晒したインタビュースタイルと方法は2003年にポップの王マイケル・ジャクソンにインタビューした際にも。 But even the shape of your face has changed. No, it has not. I've had no plastic surgery on my face. 彼のドキュメンタリーには風変わりなポップスターである彼に8ヶ月間接触する機会が与えられ、マイケルが子供たちと泊まり会を認める映像も含まれていました。ダイアナ妃とのインタビューは人間味あふれるものでしたが、マイケルは彼とのインタビューで裏切られたと感じました。 I suppose the problemFor many people, is what happened in 1993, or what didn't happen. What didn't happen.元マネージャーは、それがマイケルの薬物使用障害を悪化させ、早すぎる死を招いたと考えています。また、インタビューを得るために、再び詐欺を働いたとの報道が明るみに。同僚らは、バシールがインタビューと引き換えに、国連事務総長、コフィ・アナンと交渉して、マイケルのアフリカ旅行に同行すると約束したと主張。彼のセンセーショナルなアプローチと、非論理的な行動は、記者としての彼の信頼性をさらに損なわせました。I'm done.I'm done. スコット・アメデュール、ジェニー・ジョーンズ賞。昼間のトーク番組が盛り上がっていた頃、ジェニー・ジョーンズ賞は衝撃的でセンセーショナルなストーリーを扱った数ある番組のうちの一つに過ぎませんでした。しかし、この番組で最も物議を晒したエピソードは放送されませんでした。あるエピソードで、司会者はゲストに同性に恋をしている相手を明かすよう説得し、その相手をステージに呼びました。スコット・アメデュールは、そのエピソードのインタビュー対象者の一人。彼はストレートの友人であるジョナサン・シュミッツに恋をしていると告白。相手はその告白を冷静に受け止めているようでした。3日後、屈辱だったというシュミッツはアメデュールを射殺しました。懲役25年から50年の刑を宣告され、アメデュールの家族は番組を訴えましたが敗訴。このスキャンダルにもかかわらず、ジェニー・ジョーンズ賞はさらに数シーズン続きました。 In my opinion, she wasn't doing it to be mean, she was doing it to make money.先へ進む前に必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画についての通知を受け取ってください。時々、または全ての動画の通知を受け取るオプションがあります。スマートフォンをお使いの場合は、設定で通知をオンにしてください。リチャード・ニクソンとデイビッド・フロスト。
1977年、リチャード・ニクソン元大統領はイメージ回復を模索していました。政権内の腐敗が蔓延したウォーターゲート事件後に辞任してから数年が経っていました。ニクソンはイギリス人ジャーナリストのデイビッド・フロストとの今後のインタビューがアメリカ国民の信頼を取り戻す手段だと考えていました。フロストはニクソン陣営が期待したような簡単な対応はしず、約1ヶ月にわたるインタビューでフロストは不名誉な大統領に徹底的に働きかけ、大統領は基本的に法の上にいるというニクソンの主張を含む驚くべき回答を得ることに。インタビューは大成功、しかしニクソンが望んだ成功ではありませんでした。彼が取り戻そうとしていたアメリカ国民の評判は永久に傷がついたままに。I let the American people down. 今回の動画も楽しんでいただけましたか？バッチモジョジャパンの他の動画もぜひご覧ください。また、必ずチャンネル登録、通知をオンにし、最新の動画に関する通知を受け取ってください。